はい、どうも、うみです。本日は、銭湯からの脱出というゲームをやっていこうと思います。このゲームは、超ドアホな主人公なんですけども、間違って男の主人公が女湯に入ってしまったというゲームです。だから、その銭湯から脱出しようというゲームなんですけども、いや、アホすぎ、間違って女湯に入るってどういうこと？もう、確信犯でしょ、絶対に。では、やっていきましょう、ニューゲーム。いや、絶対面白そう。おかしい。久々に銭湯に来たら間違って女屋に入ってしまった。気づかれないうちに脱出しないと。いや気づかれてるでしょ、絶対後ろの女の子気づいてるって。え、銭湯から脱出せよ。ほう、あ、いきなりケロちゃんおけを手に入れた。ケロちゃんおけ、何それ。泡が邪魔で、あー、泡が邪魔は、あ、初めて。あ、ケロちゃんおけ、おけをゲットすればいいのかな、とりあえず。はい、あれ光ってるよ。あ、こっちから、あ、こっちからか。中央に移りし者が乗るものは、え、中央に移りし者が乗るものは三連射。え、ちょ、何も変化がない。ちょっと待って、何その謎解き、急に謎解き要素。ケロちゃん OK、 とりあえず見ていこう。取れない、取れない。羽に7と書かれている。うわ、めちゃくちゃちゃんと暗号じゃん。お、セーブあるね。セーブしとこう。迷い人、勇者。勇者だったのこれ。勇者が女湯に間違って入る。上の方にスイッチがあるが、手が届かない。OK を重ねれば届きそうだ。ほう、あ、なるほど。ここで重ねるんだ。え、アイテム、ケロちゃん OK。あ、ダメってこと？武器。武器じゃない。装備。OK。最強装備。あー、関係ないか。じゃあ、多分、ゲットしたら勝手になるのかな？デッキブラシがあるが、暗号式のロックがかかって取れない。赤イコール2、青イコール3。あ！赤イコール2、3、3、2？ あ、なるほど！デッキブラシ、いいね、いいね、いいね。デッキブラシを手に入れて、ここだ！泡を取る。はい。よし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 。で、ケロちゃんオキをまたゲットしての、これ女の子に話しかけられないのかな。あ、いけた。あ、キャー、男の人が入ってきたわ。あ、戦闘に入らんでもわかるでしょ、男がいたの。え、うっそ、マジか。ちょ、どこでセーブした。ちょっと、あ、でも簡単か。デッキブラシを取るために2、3、3、2。あ、間違った。2、はい。で、ここまで一緒だね。はい、よかった、セーブしといて。女湯に入っちゃダメってことね。え、あれ男じゃない？え、右のやつ男じゃないこれ。え、ちょっと、どういうこと？男だ！おい、露天風呂で日本酒なんて最高だな。おや、兄ちゃん、俺に聞きたいことでもあるのかい？え、なんで、お、女湯じゃないのここ。露天風呂関係ない？オケの取り方。昼、あ、な、ヒントくれるんだ。あ、間違った。待って。冷蔵庫の開け方、猫の鏡の謎。これ脱衣所にも鏡があるだろ。あるものを使うと何かの姿が現れるそうだぜ。脱衣所の鏡、思ってたの違うかもしれない。なんか色、あ、通れない。ここ、こっち。あ、池に入らないでください、ここは露天風呂では。あで、ね、池だってよ、おじさんに。露天風呂じゃない。なんでそのとこいるの。銭湯の入力が必要だって。銭湯を数字に置き換えて。なんかめっちゃヒント見ちゃってる私、ごめん。待って、とりあえずここだよね、暗号。こっちは、あ、ここも広、めっちゃステージ広いじゃん。あ、見れない、ここ。ちょっと待って、じゃあもうここの暗号いっちゃおう。中央に移りし者ん、ちょっと待って、これってあれか、ここの暗号、鏡に映る中央。そういうわけじゃないか。あれさ、全部選択肢を押していったらさ、いけそうな感じするよね。羽に3。銭湯で飼っている猫がいる。首輪に何か書かれている。右かけ下プラス左。え？右かけ下かけ左イコール。え、ちょっと待って、わかんない。鍵がかかって開かない。ここは？ちょっと待って、セーブしといて。これ女の人に話しかけちゃいけないんじゃないの。フルーツ、あー大丈夫なんだ。はいはいはい、羽に5と。あ、待って、わかったよ。
右かけ下かけ左、右、さっき5だったよね、これ5かけ、ちょっと待って、 5？ 5かけ、上が7、5かけ、下は何だったっけ、あの鶏の数字、ごめん、3、5、3、15足す5、3、15足す7、22、よっしゃー、なるほどね、鶏の位置だ。曇りキエールを手に入れた。お、曇りキエール、これかな、あれ、あ、曇りキエールはこれじゃないんだ。あ、あ、わかった、ここだ、冷蔵庫を開く、あ、待って、銭湯、銭湯、なるほど、フルーツ牛乳は手に入れた。いいね、サクサクいってるよ今。まあヒント見たおかげなんだけど曇り消えるとは。このドライヤーは強力でいいね、すぐ髪が乾くよ。へえ。で、私は今何をゲットしたっけ。とりあえず上行って、ここ？え、これ何マジで。中央に移りし物。ジェットコースター、何も変化ない。もうとりあえず全部押していこう。おお、なぜ？おじさんの写真を手に入れた。なぜブランコ？裏に3110と書かれている。おじさんの写真に3110、あ、ここ OK、 そういえば重ねよう。お、いいね、押した。水中メガネを手に、なんかめちゃめちゃゲットしてるよ今。水中メガネ、ここ、え、ここ入っていいのかな、もしかして水中潜れるみたいな。ちょっとセーブしとこう、とりあえずセーブしといて、あー、ダメかこれ潜ればバレないかと思ったんだけど。じゃあ、あと何をするんだろう、ここ、ここ何マジで。アイテム使えない、使えないか、めっちゃ光ってんだけど押せないんだよね。もう謎解き終わってない、結構だいぶ鍵がかかって開かない。フルーツ、あ、なるほど、渡してなかったんだ私。ヘアウィッグ、これはかぶれば、おや、あ、なるほど。なんでその色のウィッグにした、なぜ。これで髪の毛整えるとかではない、うん、はいはい、じゃあこれで女湯に入れると。入って、あ、本当だ、入れた、すごい、ウィッグガッツし男だけどね。水中メガネを使うと何か文字が見えるぞ。富士山、おじさん、富士山引くおじさん、富士山飛行おじさん、ちょっと待って、なんかアイテムあったよね。裏に3110、3110、富士山3110、はあ、富士山の標高高さは3776m だそうだぜ、一度登ってみ。そんなわからん、標高なんて。3776、はい、3376、うわ、これはわからん。ヒントなきゃわかんない。ちょ、もう、ただの変態じゃん、これ。この格好、今。待って、3776引く3110だから、660、あ、666、すげえ、簡単。666、はい。お、鍵を手に入れた。これで脱出できるぞ。お、よかった。あ、いけるじゃん。いけた、いけた、いけた、いけた。鍵が開いた。お、お、いいね、いいね、いいね。なんかめっちゃいいよ、この背景。あー、やっと銭湯から脱出できた。でも、銭湯に何か忘れてきたような。何？そうだ、マスク！マスクを忘れるなんて、とんだうっかりだ！腹が減ったし、何か食べていくか。ママ、あの人、服着ないで定食屋に入ってったよ。だよね、ちょっと思った、私。服着たのかなって。し、見ちゃいけません。おめでとうございます。脱出成功です。やったー、おめでとう。なんだこのゲームは、本当に。でもめっちゃ面白かった。謎解きがいい感じだったね。ヒントもね、すごい、あのおじさん、ね、露天風呂じゃない、池に入ってたおじさんが教えてくれたから助かった。プレイしていただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、終わりました。いや、完全攻略ですね、これは。めちゃめちゃヒントは見たけど。まず主人公に一番に言いたいことは、女湯間違って入るな。